はい、今回の動画は Windows 10でパソコンを自動シャットダウンする設定方法を解説をします。で、この自動シャットダウンというのは、ね、まあ、その名前の通りね、まあ、パソコンをですね、まあ、自動的にこうシャットダウンさせるというね、まあ、機能なんですけども、まあ、例えばですけどもね、パソコンで何か作業をしていて、まあ、自動の作業ですね、まあ、例えばこのインターネットからのダウンロードみたいなね、この自動的な作業をしているときにですね、まあ、ちょっと出かけないといけなくなってしまったと、まあ、言ったときに、まあ、その今自動の作業を続けているんでね、まあ、パソコンの電源を切ることはできないんだけども、まあ、例えば今日丸一日も帰ってこれないと、まあ、言ったときにですね、このパソコンの電源をつけっぱなしにしてですね、まあ、出かけてしまうのはもったいないなんて言った時にですね、まあ、例えば今からまあ何分後とか、まあ、何時間後にパソコンを自動的にシャットダウンさせるというね、まあ、設定をすることができますんで、まあ、今回の動画ではその設定方法を解説をします。じゃあそれではですね、まずはこの左下の方にあるこの検索ボタンですね、まあ、このコルタナの機能を使っている方はそのコルタナのボタンのところをクリックします。次にですね、この検索窓のところにこういった形で入力をしてみてください。まあ、アルファベットでシャットダウンですね。SHUTDOWN で、スペース -S、スペース -T、スペース、今回は600と打ちましたけども、この600という、ね、文字はですね、このシャットダウンするまでの秒数になりますね。まあ、これは600秒ということになりますので、要は分数になると10分後にパソコンをシャットダウンするという設定になります。まあ、これをですね、まあ、入力をしてもらって、エンターキーを押してください。で、一応ね、このコマンドの方はですね、この、ね、動画の下の説明欄の方にも入れておきますんでね、まあ、こういったことを頻繁にやるという方はですね、この、ね、コマンドの方をコピーして保存しておいてもらって、使うときはこれをコピーして使ってもらえればと思います。まあ、いずれにしてもこれを入力をしてエンターキーを押します。はい、そうするとですね、このサインアウトしようとしていますという画面が出て、まあ、Windows を10分後にシャットダウンしますということで、この閉じるボタンをクリックするとですね、10分後にパソコンがシャットダウン、自動的にシャットダウンされるということですね。はい、であともう一つですね、この一度これをね、設定をしたはいいんだけど、ちょっともう一回キャンセルしたいということもありますので、そのキャンセルをする方法をね、合わせて解説をしておきます。で、キャンセルする方法はね、同じく検索ボタン、もしくはコルタナのボタンをクリックして、まあ、こういった形で入力をしてください。シャットダウンスペース -A という形で入力をしてエンターキーを押します。はい、そうすると、ちょっと今回はですね、この場合はね、画面の方は特に何も出てこないですけども、まあ、これでですね、この自動シャットダウン、先ほどね、600秒後ですね、10分後に自動シャットダウンするっていう設定がキャンセルされますんで、まあ、このね、合わせてこの2つをね、覚えておいてもらえるとね、便利かなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました。